韓国高速鉄道、韓国高速鉄道、韓国高速鉄道は大韓民国、韓国の高速鉄道システムである。フランスの TGV の技術を全面的に導入しており、営業運転での最高速度は時速 305km である。1990年に事業計画、路線が確定し、1992年6月に着工。 12年の歳月と国家予算の2割に達する総額22兆ウォン、約2兆円とも言われる事業費をかけて2004年4月1日に京府高速線の暫定開業と共に運行を開始した。2010年11月1日、東手具不山間の高速線開業により、ソウル不山間の京府高速線がほぼ完成し、 最速列車の所要時間が2時間18分となった。2015年4月2日、湖南高速線の内御小高州松なぎさが先行開業し、辰山高州松なぎさの所要時間が1時間33分となった。2017年12月22日には、2018年ぴょんちゃん、オリンピックパラリンピックに合わて建設された計、高線の開通とともに、 ソウルからピョンチャン、広陵方面に直通する系統、広陵線も新設された。初期の計画段階では、京府線の優等列車高速化を想定して、京府高速鉄道と呼ばれていた。だが、後に、コナン線も計画に追加されて名称が適切でなく、なったため、韓国高速鉄道に正式名称が決められた。ただし、一般には、列車等級、ブランド名である。 KTX の故障が定着している。本項目では、路線、運営については、韓国鉄道公社、カーイルが運行する高速列車、KTX を中心に詳述する。SR が運行する高速列車、SRT については、当該項目を参照。雪の部ソウル間は含まない。雪の部立山間は含まない。現在、運行系統は、 京府高速鉄道、京武高速鉄道と、湖南高速鉄道、湖南高速鉄道、京港線、京岸線の3つに大分される。営業路線として6つの系統が運行されており、途中の経由路線によって9つの詳細系統に分けられる場合もある。この他に、各系統で、ソウル、辰山から、京義線など入出庫線を利用し運行する、雪のぶ乗り入れがある。 インチョン国際空港鉄道直通のインチョン空港の利入れが、それぞれ一日数本設定されていた。2018年3月以降、車両整備を理由に運休していたが、9月1日をもって廃止が決まった。ソウル高領駅間のルートである、原州高領のみに高規格路線の傾向線を新設し、それ以外は既存の路線を走行している。 2018年ピョンチャンオリンピックの開催に合わせて2017年12月22日に開業した。もっとも、京光線という正式路線名はどの地域を走る路線なのか直感的にわかりにくいとの指摘が相次ぎ別の通称を名付けることになった。高梁線、高原線、東急リンピック線などの候補案があったがインターネットのアンケート調査で 最も支持が多かった、高梁線が選ばれ、2018年4月から、使用されている。暫定開業当初は、辰山市発の京府線、ソウル市発の湖南線も一部設定されていた。当時、高速鉄道の専用路線は、全区間の一部のみで、ソウル巧妙、厳密には、江里川区長駅付近間以外にも、大田市内、手具市内、東手具不山間、 西大田甲州、旧ラマの大部分では在来路線と線を共有していた。だが、ソウルから富山までの移動時間は開業時の4時間20分から2時間40分へと大幅に短縮された。2006年12月15日から、京府電鉄線の通勤電車が京府高速線の巧妙駅まで巧妙シャトルとして乗り入れている。これは2004年の開業当初に、 光明駅の利用客が少なかったため、光明駅の活性化と、同駅周辺における自動車の違法な路上駐車を減らすための対策として始められた。当初、光明シャトルは、達山、光明館を重量編成の列車で結んでいたが、利用客数が低迷し続けたことから、2008年12月1日に、効率化のため運転区間と列車編成が短縮された。 2017年時点では、4両編成の電車が、A 東補、光明館を、毎時1本間隔で結んでいる。2018年9月1日、全区間廃止。いずれの車両も、自動車内放送は韓国語、英語、中国語、日本語の順に放送される。四十着駅や主要駅ではこれに続いて、乗り換え案内などの放送が流れる。 開業当初から運行している車両。列車は20両編成で、フランス国鉄 SNCF が運用する TGV レス、レゾ編成の韓国仕様。動力集中方式を採用。両戦闘車が動力車で、残り18両が客車となっている。戦闘部のデザインは TGV レス編成より丸みを帯びたデザインとなっている。TGV 車両との主な違いは、 車両構え体の強化である。TGV 車両は、車両構え体の強度が不足しており、トンネル走行時に亀裂が入る恐れがあったことから、KTX 編成においては、トンネル走行時に亀裂が入らないように、構え体の強度を向上させている。定員は935席。車両は12編成が、フランスのアルストム車によって、残り34編成が、 アルストム社から主要部品を輸入することによるノックダウン生産にて、韓国現代キア自動車グループ参加の地元メーカー、ロテム、現、現代ロテム社によって製造された。製造年は1997から2003年、最高運転速度は時速 305km。2010年3月2日より営業運転に投入された車両。当初は、 KTXE として開発されていた車両で2007年の不山国際鉄道産業店ビックスコに実物大模型2両分が展示されていた。後術の試作車 HSR-350X 及び従来の KTX で得られた技術的データや利用客からの声を反映させ一般席は従来の KTX より シートピッチを 50mm 拡大した 980mm の回転式リクライニングシートを要するなど、特に KTX で乗客の不満の種であった座席の向きが変えられない、車体が小さくて窮屈感がある等の居住性に配慮した設計とするとともに列車運用に柔軟性を持たせ、KTX より若干単編成化した客車8両。 両端動力車の編成となった2編成並結運用もある。定員は363席、特室30席、一般室333席。2015年3月31日より営業運転に投入された車両、同年8月1日以降は湖南高速鉄道のみの運用。コ南高速線、首都圏高速線の開通に合わせ増備された編成で、 KTX 山川をベースに、騒音の低減や座席数の増加などの改良を行っている。総合検査車、ラジャーマイナス 1000K は、電車線、軌道、通信、信号設備の検査が可能である。この車両は2004年4月に、イタリアのメルメックから導入しており、検査装置は、電車線と軌道は、メルメック製、通信は、 米国のモトローラ製のものが設置されている。信号検査設備は国内 LS3 電で構築して搭載した。ラジャー -1000K は最高速度時速 170km、運行速度時速 160km である。しかし、全機能を使用しての検査がないまま検測機能を搭載した KTXI の第31編成での業務に置き換わっている。ロテムと 韓国鉄道技術研究院は TGV レス編成をベースとして80%以上を国産化した韓国型高速鉄道試験車 G7HSR-350X を製作し最高速度時速 350km の運転を目指した2004年12月の試運転では将来的に量産投入予定とされた重量編成から 客車3両を抜いた7両編成で、当時の韓国鉄道史上最高速度となる時速 352.4km を記録した。韓国鉄道技術研究院は、これにより十分な成果が得られたとして営業用の量産編成の作成に取り掛かることとなり、KTX 山川、KTXE が完成した。韓国鉄道技術研究院は、 HSR-350X の後続の試験車として2007年から動力分散方式を採用するヘム -400X、ヘ400ムはハイ、スピードエレクトリックマルティプルユニットの略の開発に着手した。2010年には目標設計速度が時速 30km 高められてヘム -430X に改名した。 2013年3月28日には試験走行で時速 421.4km を達成したことで、鉄輪式鉄道の試験速度としてはドイツの記録を上回り、フランス、中国、日本に続いて4番目に速い記録となった。2007年の開発開始から2015年までに、投じられた開発予算は1182億ウォンであり、 商用化は早くとも2020年とされているが、目標とする営業速度時速3 7 0トルを達成するには、既存の河川や信号システムを刷新するか新線を建設しなければならないため、その実現性が危ぶまれている。韓国の首都、ソウルと第二の都市、富山を高速鉄道で結ぶ構想は1970年代からあり、高速鉄道建設を公約に掲げた、 ロタイグが大統領に就任した1987年から具体的に動き出した。1992年1月には車両と河川、信号システムの国際入札を開始した。その際入札したのはフランス、ドイツ、日本の3カ国であった。日本は商社、車両メーカーが中心となって日本連合を組んで300系、望みタイプを売り込もうとしたが、 欧州勢から新幹線は坂に弱い。建設費が高いなどのネガティブキャンペーンを展開され、さらに従軍慰安婦問題で、韓国内に反日感情が高まったことから1993年6月に欧州勢の入札は認めたものの日本勢の入札は認められず、同年の8月に韓国政府はフランス勢に車両を発注すると発表した。参考文献。 海を渡る新幹線読売新聞中部社会部長、中高新書楽で、開業当初、コナン方面へは、在来線を電化、複線化し、KTX を直通させることで対応していたが、ソウル不山間の所要時間と比べて、立山、金浦間の所要時間が長いことから、開業当初から、コナン線の高速新線建設計画が練られていた。年月、 湖南高速鉄道基本計画が策定され、京府高速線の後省駅から分岐し、甲州、松山、伊右、甲州松なぎさ、木浦に至る 230.9km のルートでの着工が決定した。甲州松なぎさ北については2015年4月2日に開通したが、甲州松なぎさ南については2020年着工、2025年完成を予定している。 事業費は10兆後、417億本。完成後の所要時間は、辰山木浦間で1時間46分となる。新川市内の駅から、水人支線を経由し、京府高速線に乗り入れる計画で、水人線と京府高速線との間に連絡線を新設する。これにより、新川と富山、甲州を2時間台で移動することができるとしている。この計画は、 インチョン国際空港発着の空港鉄道乗り入れとは別である。2017年4月、国土交通部は水人支線松島駅、中央駅に加えの KTX 停車を決定した。2018年3月1日、国土交通部は、新川、水原発 KTX 事業基本計画を告示。新川発は、松島駅、草芝駅、伊沢川駅,駅に、 KTX が停車できるように改良するものへ変更された。自然災害などの不可抗力の理由を除いた遅延時に一定額の払い戻しがある。停車、一部の列車が通過、通過、イコール、別線経由。営業運転前の件数、また、節目ごとの累積旅客数は以下の通りである。同情。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。